今回の問題、 SSL VPN のポートフォワーディング方式が通信中にポート番号が変わるアプリケーションに使用できない理由は何かという問題です。少し考えてみてください。それでは答えの発表です。答えはこちらです。事前に SSL VPN ゲートウェイにサーバーの IP アドレスとポート番号を定義する必要があるからが正解でした。皆さんいかがだったでしょうか。お世話になっております、マサルです。今回のテーマはこちら、 SSL VPN ポートフォワーディング方式について一緒に勉強していきます。前回の動画では SSL VPN のリバースプロキシ方式について取り上げました。もしまだご覧になっていない方はそちらの動画からご覧いただいた方が分かりやすいと思いますので、まだご覧になっていない場合は概要欄から前回の動画をご覧ください。それでは今回はポートフォワーディング方式始めていきます。まず少しだけ前回の復習をしておきます。 SSL VPN というのは暗号化技術に SSL を使ったリモートアクセス VPN のことです。リモートアクセス VPN は例として社外から社内に対してインターネットを経由して安全にアクセスするために利用される技術です。インターネットを経由させる通信はセキュリティ対策が必要なので、 SSL VPN では SSL TLS を使って安全性を確保します。 TLS で実現できることについてもくどいようですが覚えておきましょう。まず1つ目が成りすましを防ぐこと。接続先の SSL VPN ゲートウェイが正規のものかどうか確認することができます。もう一つが暗号通信。暗号通信をすることで万が一通信経路中に第三者がいたとしても、第三者はそのデータの中身を理解することができません。そして最後が改ざん対策。通信経路中にデータが改ざんされてしまったとしても、確認用のデータを一緒に送ることで改ざんに気がつくことができます。 SSL TLS で実現できることはしっかり覚えておきましょう。そして SSL VPN を実現する方法は3種類あります。リバースプロキシ方式、ポートフォワーディング方式、L2 フォワーディング方式です。前回はリバースプロキシ方式を取り上げたので、今回はポートフォワーディング方式について一緒に勉強していきます。これも前回の復習になるんですが、前回のリバースプロキシ方式の問題点、皆さん覚えていますでしょうか。リバースプロキシ方式は、Web ブラウザを使うアプリケーションしか利用できずに、利用するアプリケーションが限定されるというのが問題点です。リバースプロキシを使う場合は基本的に HTTP の通信を代理することになるので、アクセスしたいサーバーが Web ブラウザで操作できるような Web サーバーだけであれば問題ありませんが、 HTTP 以外の通信を代理するときには問題が発生することがあります。例えば社外からメーラーを使って社内のメールサーバーに対して通信を行い、メールを受信してくる、このような場合で考えてみます。 TLS VPN を使って社外のメールサーバーにアクセスする場合には、リバースプロキシサーバーはメールサーバーへの通信、例えば POP3 などを代理することはできないことが多いんです。このような問題を解決するための方法の一つとして、ポートフォワーディング方式というものがあります。まずはよく目にする一般的な使い方として、ポートフォワーディングがどのように使われるのか利用ケースを見てみます。ポートフォワーディングをする機械のことをポートフォワーダーと言います。ポートフォワーダーは事前にポート番号と送り先を定義しておき、例えば自分の IP アドレスの80番に届いたら、あらかじめ設定しておいた LAN 側の機器にデータを転送することができるようになります。ポートフォワーディングの良いところは、一つのグローバル IP アドレスで複数のサーバーへ通信を振り分けることができることです。管理者としては管理するグローバル IP アドレスが一つなので管理が楽ですよね。ではポートフォワーディングを使った SSL VPN の流れを見ていきます。まず事前に SSL VPN ゲートウェイに対してポートフォワーディングの設定を行います。例えばポート80番に来たらウェブサーバー、ポート110番に来たらメールサーバーに転送する、このような設定です。なお FTP のように通信中にポート番号が変わってしまうアプリケーションの場合は、この事前設定をすることができないので、ポートフォワーディング方式が使えないアプリケーションがあることはしっかり覚えておきましょう。では事前の設定ができたら、クライアントは Web ブラウザを使って SSL VPN ゲートウェイにアクセスをします。アクセスをすると TLS 通信ができるようになり、クライアント認証を行います。
SSL VPN ゲートウェイからモジュールが送られてきます。このモジュールは SSL VPN エージェントとして機能することになり、このモジュールが VPN ゲートウェイと TLS 通信を確立させます。さらにこのモジュールはクライアントのホストファイルを編集します。どのように編集するかというと、該当のアプリケーションの通信がこのモジュールを経由して通信をするように編集を行います。今回であれば該当のメールサーバーの URL に向かって通信をするときは、自分自身を表すループバックアドレス 127.0.0.1 を指定することで、クライアントはメーラーを使って社内のメールサーバーにアクセスしようとするときに、該当のメールサーバーの URL に対して通信をしようとするんですが、そのときにホストファイルの情報を見て宛先を決めるので、自分自身に対して通信を行います。つまり自分自身なので、モジュールを経由させることができるということになります。該当の通信はモジュールが確立しているアプリに対応したコネクションを利用して SSL VPN ゲートウェイまでデータが転送されて、SSL VPN ゲートウェイでは事前に定義している情報に基づいて受信したデータをポートフォワーディングします。このようにしてポートフォワーディング方式で SSL VPN の通信をすることができます。リバースプロキシ方式と比べると、事前にポートフォワーディングの設定をしておくことや、クライアントがモジュールを送られてきたときにモジュールを実行するための権限、ホストファイルの編集をするための権限、これらの権限を許可しておく必要があるので、前回のリバースプロキシ方式と比べると導入難易度は少し上がります。それでは今回は SSL VPN のポートフォワーディング方式について一緒に勉強しました。最後に冒頭の問題を見直しておきましょう。それでは冒頭の問題の見直しです。 SSL VPN のポートフォワーディング方式が通信中にポート番号が変わるアプリケーションに使用できない理由は何かという問題でした。答えは、事前に SSL VPN ゲートウェイにサーバーの IP アドレスとポート番号を定義する必要があるからが正解です。ポートフォワーディング方式を使えば HTTP 以外のデータも SSL VPN で通信できるようになりますが、FTP などの通信中にポート番号が変わる場合はこのような理由から使用することができません。そこでもっと幅広くアプリケーションを使いたい、通信中にポート番号が変わるような FTP の場合でも SSL VPN を使いたい場合は L2 フォワーディング方式が利用されます。 L2 フォワーディング方式は次回の動画でお話しする予定です。それでは今回の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画参考になれば高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。最後までありがとうございました。